ユーロロットはポーランドのワルシャワにある航空会社。ロット、ポーランド航空の子会社でポーランド国内線や近距離国際線、チャーター便を運航している。ハブ空港はワルシャワ・フレデリック・ショパン空港。ユーロロットは1996年12月19日に設立され、1997年7月1日より運航を開始した。当初は ロット、ポーランド航空とは違う独立した航空ネットワークを構築しており、ATR42 から300型機5機と ATR72 から202型機8機を乗員と、共にロット、ポーランド航空からリースして運航を行っていた。1998年から2000年にかけてはさらに18人乗りの BAE ジェットストリーム31型機を追加した。 しかし航空業界のネットワーク再編やコスト削減の波に押されて2000年に独立した航空会社からロット、ポーランド航空の国内線を担当する子会社へと移行しリースしていた保有機材もすべてロット、ポーランド航空へと戻され新しい機材への買い替えが進められた。現在の従業員数は約280人。 ユーロロットの ATR42 から500型機、この他スタバンゲル、パレルモ、パフォス、ピサ、チューリッヒなどにもチャーター便を飛ばしている。ありがとうございます。